テストベッドとは新技術の実証試験に使用されるプラットフォーム、試験に使われる課題を意味する。日本語では実証基盤とも、主に航空機の開発やソフトウェアテストで利用される。航空機ではアビオニクスやエンジンの開発において試験では得られない実環境でのデータを収集するための実験で使用される。 実際に飛行させず地上での試験のみに用いる機体もある。実際に試験対象と計測機器を搭載するため、機内が広い輸送機や旅客機を改造した機体が多い。エンジン開発では元から搭載しているエンジンに加え試験対象のエンジンを1機だけ搭載し、左右非対称の3 8機となった機体もある。実際に飛行させる機体はフライングテストベッド、飛行実験機、 空中飛行試験機と呼ばれる。新型航空機の開発時に製作される試験用の機体は実験機、実証機、試験機などと呼ばれるが実際に飛行させる場合は FTB 機と呼ばれることもあり一定しない。宇宙機においても航空機開発と同じくテストベッドが利用されている。宇宙分野では月面探査機の落下試験用に開発され自力で、 飛行しない機体も FTB と呼ばれることがある。システム開発において、現実の環境に近い状態で、試験的に稼働させる際に用いるプラットフォームを指す。テストベッドを使うことで運用されているシステムに影響を与えず、実際に運用された際の問題を洗い出すことができる。ありがとうございます。